3、2、1、オープン！サンプリン史上最大規模の全国アリーナツアー開催決定！え？最大規模？え？サンプリン史上最大規模の？最大規模。前回のアリーナツアーが3年前の2019年かな、うん、あの時も相当やばい、相当やばい、そうだよ、あの時もね、かなりね、たくさんライブをさせていただいたんですけど、うん、今回なんとそれを上回るですね。何、会場どこなんそれ。気になりますよね。気になっちゃいますか。気になっちゃうよ、そりゃ気になる、しょうがないな、気になる、気になる、教えて、教えてよ。ちょっと発表しちゃいますか。おじゃあ皆さん、ストップリー史上最大規模の全国アリーナツアーの詳細、あ、せーの、どうぞ。機会を作れたっていう、やばい、それがすごいよ、すごすぎるだろ、こんなん、確かよ、なんとですね、今回、はい、数えてみな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11会場で、なんと、なんと昼夜2回の2日間で44回、最大規模すぎる、やばすぎる、やばすぎるでしょこれ、やばすぎる。神戸のワールド記念ホールとエコップアリーナはですね、前回のアリーナツアーでもね、行かせていただいた思い出の土地でして、はい、いや、帰ってくるな俺たち、帰ってくるな、言いましたからまた来るねって、また来るねって、そう、必ずまた会いに来るねって言いましたから、いや嬉しいな、嬉しいね、やばいな、この前半週1で4週連続みんなで会ってんじゃん俺たち。そうね、4週連続で、いや4週連続4週連続で会えてんのやばくない。でさ、2日間で2公演でしょ。そうだよ、うん、そうだよ、え、行くない、神戸行けるの、また神戸行けるの嬉しいね、超楽しいんだけど、前のアイナさんもさ、ね、神戸がその天気の影響で1日できなくなっちゃった、いやそうなんですよ、だまたね、そこにリベンジで、あの日さ、また絶対来るって話をしたのよ、したのよ、したのよ、まあ、悔しい分、またね、うわ、行けますから、懐かしいね、本当に、しかもさ、うん、俺さ、うん、ちょっとこれ配信で、自分のソロの配信でちょっとこぼしてたこと過去にあるんだけど、大阪城ホール、うん、めちゃくちゃ行きたかった、マジで行きたかった、あとさ、行けますよ、行けるよ、ちなみに僕がこぼしたこと言っていいですか。はい、はい、どうぞどうぞ。僕のお母さんとお父さん、会場が毎回発表されるために、うん、いつ埼玉スーパーアリーナいつもうまだって言って、埼玉スーパーアリーナもあります、やばい、待たせたな、待たせたな、やばくない、やばすぎるね、やばすぎ、この会場もやばいけど、うん、1月後半から4月後半まで、うん、みんなと会える予定がずっとあるっていうのが超嬉しい、いや、やばいね、これ1年の3分の1みんなと会い続けられるっていうのが、うんうん、もうこれで、うん、もう約束じゃないけど、ね、叶えられるっていう、わかるわかるわかる、サムの地主にいるのエグいね、やばいね、4月最後ぐらいになったらもう友達感覚で、おいっす、おい、今日も来たよ、久しぶり、久しぶりみたいになるからね、みたいな、嬉しい、そしてね、こ
このたくさんの公演が発表されましたが、はい、なんと本日、はい、9時からですね、今じゃん、もうこちら Here we go ツアー前半分の最速先行制約バルザポッパッパそう、前半がもう前半が今日から始まってしまうということで、マジかよ、これ会いたい子ぜひ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 来てくれ、お願いします、僕たちも行くよ。左側がね前半で右側が後半になってるんですけど、はい、今回は前半の受付ということで、はい、よろしくお願いします。前半のみの受付でございます。お願いします、お願いします、お願いします。はい、いやすごいな、こうやってみるとすごいよマジで、ね、ちょっとさ、だって、うん、もうだいたいさ、もう1週間おきにライブがあるみたいな感じじゃん、もう、ね、いやそうだね、空いてるところもちらほらあるんだけれど、本当に毎週のようにねライブがあるの、いやもう楽しみですね、やばい、楽しみ、え、あのちゃんと場所間違えないようにねあれ今日は神奈川だっけって、ああれあ間違えて大阪行っちゃったみたいな、やばいってなるから、ね、取り返しつかないことになる、ちゃんと場所間違えないようにま、間違えねえよ真逆、間違えねえよ、ね、これやっちまったみたいな、1日目の昼公演だけいない人とかもしかしたらいるかもしれないです、ね、いやあるか、昼公演夜公演ってやばくない、ね、やばいよ、やばいなマジで、しかもさ、うんうん、これさ、うん、土日ですよ、ね、全部やばくないですか皆さん、平日じゃないから、ね、土日ですよこれ、土日で会場取れることそんなないから、ね、いこんないいところ、これは本当にみんなが一番来やすいところだからね、マジで、いやー本当に来年いっぱい会えるな、ね、これ、ね、2023年本当にやばいことになる、ね、しかも、うん、リツアーとかもそうだけど、うんうんうん、ね、うん、僕たちはうん、あれもありますよ、え、みんなと会えるって言ったら、うん、お、え、そうです、それもあります、そうだね、なんとね、この来年の頭からとんでもない、うん、無駄に指パッチすな無駄に解禁できるのがいいいいいい121122128129、あえておめっちゃ合うやんなんて、2425で、あーめっちゃ合うやん、え、また会うすか来週も、やばふう、じゃ次は会わない、いやいやいや、東京のお話し会がありますよ、あやばい、そうなんです、ここあるんですよ、1週間ごとしちゃうから、そう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 、そういうことね、だから3438でここの後にね、大阪入ってくるんで、あ、そういうことね、愛知も入ってくるんで、え、ガチ毎週じゃん、いやマジエグいんすよ、毎週会っちゃう、そうなんすよ、毎週会ってんじゃん、エグいよマジで、いや超楽しみ、ね、やばくないか、いやなんか俺たち、うん、やってんな、いや、やってんな、俺たち、やってんな、マジで楽しみ、ねえ、やばい、いや、すごい、本当に、うん、ありがとうございます、いや、ちゃんとカレンダー入れといてね、この日会う、ね、この日会う、絶対開けといてくれ、自分のお家の近くどこかなって調べといてね、最強の思い出作るんで、ね、うん、最強の思い出作りましょう、ライブのタイトル、うん、Here we go だから、おぉ、確か僕たちがどうせアルバムのタイトル、おやおやおや、私番組のタイトル、おやおやおや、あらららら、あれあれ、アルバムの曲をこのおツアーで、おなとたと、ああ、そういうことね、わかる、あのさ、アルバムの曲をさツアーでさ歌うと、うん、思い出が全部変わるんよ、その曲に、わかるわかる、いや、あの途中で回ってる途中で、うんうん、推し曲が増えたりするんだよ、うん、いやわかるマジで、ね、めちゃめちゃいいってなったりね、ライブで歌って好きになっちゃったからか、そうあるあるある、うん、確かに、めっちゃいいじゃんってなんかね、もっと好きになっちゃったりする、いいね、しかもここだけの話、はい、アルバム収録数ガチやばい、はい、いやちょっとやばいっす、マジでマジでやばい、ね、本当にやばい、うん、本当にやばい、本当にアルバムやばい、うん、ガチで多い今回、うん、なる、ガチやばい、本当にやばい、本当にやばい、頑張りましょう、頑張りましょう、ましょう、うん、いやありがとうございます、ありがとうございます、お願いします、お願いします。